はい、皆さんこんにちは。モンストラム続きというか、ちょっと物語を進めるためにもう一回やってみましょう。ニューゲームいきます。よし、来た、行ってみましょう。前回ですね、あの脱出方法の一つであると思われるヘリをですね見つけましたので、そのヘリをですね飛ばすための方法がなんかいろいろあったので、ちょっとそれらをね解決して、まあ、あのヘリのとこにまた行けるかわかんないけどね、ちょっと先にやってみましょう。あ、なんか壁の雰囲気が違う、前回と。じゃ近いところから行くか。こっから行きましょう。あ、あ、そうですね、こっから行きましょう。あー、ダメだ、もう階段で、今のところやつの足音は聞こえない。ん、大丈夫かな。開けます。あ、もう外、マジか。デッキ5っていうのはかなり外に近いとこなの？お？キッチン来た！キッチン行こう！え？来たことあるかな？わからんな。一応これ持ってっか。で、これはね、あのなんか、化け物が来た時にね、これでね、誘導できるっぽい。あ、もう3つも持ってる。すごい。これは？開かないか。この辺は何もできない。で、これをそうだね。閉めろって言われてたね。あ、なにこれ。あー、なんかのパイプかな。あ、あ、なんかあんじゃん。危ねえ、危ねえ、危ねえ。なにこれ。エッグタイマーか。あー、なるほどね。大丈夫か。こっち出てみます。でも分かんなくなるからやめようかな。一応行ってみるか。行ってみよう、一応。今のところ何もいねえな。とりあえず部屋に手当たり次第入ってきましょうか。ねえ、それしか物語を進める術はないからね。これ外に出んのかな、多分。そうだね。うん。まだ外には行かないで、ちょっとね、こっちで探索。あ、やべ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 。え、これどこ、どこ行こう。外出る、とりあえず。やべ、外出るか、とりあえず。やばい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 。すっげー追いかけっこしてる、ずっと。またここ来ちゃったけど、やばいやばい。しかしこのゲームはよく逃げられるな、ずっと。え、入ればいい、ここ入ってこっち。あさあ、まあ死んで、何回か死んでね、頑張っていきましょう。お、これ何？あ、ヘリコプターキーズだ。来た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 。ちょっとこの回をちょっと無駄にしたくないな。ちょっと、え、これでもうクリアしちゃいたい。ちょっと下行ってみるか、たまには。デッキ4、多分前回来てないよね、こっちの下の暗い。閉めないとダメだろう。超くれ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 。あれ、こっち側の出口に出ちゃったぞ。ヒン。おお、どこだこれ。もう一個下行ってみるか。おお、どうだこれ。あ、なにこれ。新しいゾーンに、あ、いけてる。ん、新しいゾーンなのかこれは。いや、そうだろう。クライムトゥコンテナアバブ。お、なるほど。プレススペース。お、あ、すっげえ音出すな。まだ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 
何もなさそうだな。ここ行ってみよう。うん、こっち行ってみるか。ニューオブジェクティブ来たぞ。あ、エスケープルートサブ。There is a submersible here. Submersible って何？なんか潜水艦的なやつ？サブマリン的なやつですか？ I might be able to get this thing working. I might be able to get this thing. あ、動くようにできるはず。But I need to put it back together first. パワーコンソール、フィックスブロークンパネル、リプレイスバッテリー、リプレイスヘッドライツ。なんかこっちの方がやることいっぱいある。こっちの方がやることいっぱいあるからちょっと難しそうだな。多分潜水艦みたいなやつですよね、本当に。こっちの方がやることいっぱいあって難しそう。ん？反対側にはいけんのかな。あ、ドアがいっぱい開いてる。ん？上にちょっと行ってみたいんだけどな。どうやって上に行くんだ。あ、階段かな。ん？ん？やべ、来てる。やべ、あ、やべやべ、見つかったか。来てる。とーで、ここを閉める。あれ閉まんない。ちょっと待って待って、またこっち来ちゃダメじゃない。あ、いいのか。これで戻ろう。これで戻る。ただその前にあのバルブを。やばい、来てる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 ぞ来てるぞ。早く逃げろ。これでこっち行くか。で、ちょっとやつをやり過ごそう。ダメだった。さあまた行こうか。今度はデッキ6からのスタート。キッチンに来て、やばい、なんかまた警報鳴らされちゃった。やべえ、すげえ鳴ってる。やかんでかっ。瓶いらないな、まだ。ちょっとこっちに。開いて。ダメ、これじゃあ。どうだ。あ、こいつバカだ。あいつバカだ。それとも完全に物音にしか反応しないのかな。うわ、何あれ、エイリアンみたいじゃん。あ、やばい、いる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 。ただ動けない、音がしちゃうから。早くどっか行けよ。もういいかな、行って。いないね。そしてアイテムはこの部屋にはない。でもグローライトは必要だな。グロースティックか。グロースティックですね。ちょっと当分グロースティックでいくか。なになに？ん？あ、カメラがあんのか。あのカメラにずっと映ってるとやばいのかな。え、ここ来たね。やっぱダメだ、迷うわ。徹底的に迷うわ。で、あっちにカメラがあんのか。OKOKOK。で、この下を通って、こうやって、よし。ああやっていけばカメラをやり過ごせる。で、おっ、これか。これ何に使うんだろうな。ファイヤーストップって書いてあるんだよね。ちょっと使ってみます？試しに。ストップってやつらを止めるってことなのかな。ちょっと使ってみますよ。おお。何これ。なんかスプレーぐらいの威力しかなさそうだけど、大丈夫？使ってみるか。よし、来い。今なら来ていいぞ。来いや。はは。ただ今私は敵を求めている。来いや。撃退してやるよ、これで。ん？この部屋なんか繋がってるぞ。
こっち側に繋がってんの。あ、セキュリティルームに来た。セキュリティルームには何かないかな。グロースティック拾っとこう。グロースティック拾っとこう。パワー、これヒューズか。ヒューズだな。そうでしたよね。それでこれをオンにすれば、あれ、これをオンにすれば確かいけるはず。おお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 お、待って待って待って、ここ閉めよう。で、あ、カメラが使えるようになった。もしかしてそういうことか。ただここに何もヒントはなさそうだな。あ、でもこれでやつらが、やつらがどこにいるかっていうのを把握できる、把握できるのかな。なんか変な音してた。なんか変な音してる。ちょっと待って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 、なんだこれは。なんだ、お、大丈夫か。なんかすごい開けてるけど、これ何。あ、使えない。なんか使えるやつっぽい。ん、ニューオブジェクティブ来たぞ。ちょっとしゃがんでチェック。あ、エスケープルート、ライフラフト。Someone seems to have tried to escape using this life raft, but it looks like something went wrong. なんか間違いっていうか、何かがダメで使えないっぽいですね。I should have a closer look at it. Inspect, inspect. あ、え、これの方が手順少ないじゃん。なるほどね。これを持ってきて。task completed ですよね。で、あ、増えた。The raft is turned diff-flatted? Flated? Flatted? わからん。But it looks fixable with the right tools. I also need to find a chain for the crane if I'm going to get into the water. Receive... 待て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 。大丈夫か？このクレーンとかを使えるようにすればいいのかな。ここにヒューズ、これははまってんな。ん、待って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 、あ、これ取っとこう。よし、ないこれ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 、え、わかった、グロースティック捨てよう。これ何、なるほど。これはなんかライトだね。なあ、やばい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 、どこ行った、あれあれあれ、どこ行った、いる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 、ちょっとここに入ろう、ここに入ろう。ダメかな。ダメでした。ただね、今回はいろいろ分かりましたね。だから結構ね、移動や脱出ルートとかがいろいろ分かったので、まあ、それだけでもね、ちょっと余心にしときましょうか。まあ、物語としてはあんま進んでないんですけど、ただ本当にいろんな方法で脱出できるみたいなんで、まあ、うまくね、アイテムをな、集められればな。でもさっきのね、空気入れであれ、シャコシャコできるんじゃないかな。あとヘリコプターの鍵も見つけたので、まあね、次のプレイでも見つけられるとは限らないんですけどね。まあ、ただ、少しずつやっていこうかなと思いますので。モンストラムね、アウトラストより怖くねえなって書かれてましたけども、僕もね、それは思ってます。
ただそのアウトラストのレベル求めようと思ったらかなり無理だと思うので、そこはねそういう感じでいきましょう。というわけでモンストラム第2回目でした。ありがとうございました。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。